今12月31日の11時半ぐらいです。今から、みんなで神社に向かいますレッツゴーレッツゴー。みんなこっち見て。ダンスマニア。真っ暗だ。何分？ドラ。あのライトはない。持ってない。そう。嘘。ハッピーニューイヤー。どこどこ？嘘。ハッピーニューイヤー。え、ホタル？やめー。え、本当だ。明けおめ。あれめっちゃ暗いね。暗い。え、なんか周りの方は明るいんだけど。来て来て。あ、ライトが。あ、明けおめ。ちょっと。おお。スマホで撮ってくれる？全然見えない。全然見えないね。ちょうど建物と木の影だ。おお。めっちゃ綺麗だった今。ぬるっと2000人。なんか3、2、1とかないんだね。終わり。終わり。寝ようとしたんだけど寝れなかった。ちょうどあくびした。見える。ママチ？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 かわいい。今顔映ってるよって。ここは少し明るい。うん、明るい。並んでる。あ、今めっちゃ見えるよ。うん。カルマはこっち行って。かわいい。ベビーカステラあるよ多分。ベビーカステラだって。たい焼き。たい焼きとかいいじゃん。映えそうじゃん。うん、確かに。たい焼き。たい焼きでも。もらった。うまいね。うん、給食みたいなの。うん、これ。あ、
危ねこれいらない？ハチミツとかいいじゃん。初詣をしました。終わりです。終わりました。今から帰ります。ママチかわいい。おはようございます。今日は1月1日です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。今から、私の実家に向かいます。実家では、今日みんなで、お正月に食べる料理を一緒に食べようねっていうことになってますので、はい、今から迎えたいと思います、はい、あと日本では、年が明けると子供にお年玉をあげる文化があります。そうです。なので私たちから春間にお年玉をあげます。ではレッツゴー。レッツゴー。着任。ハロー。大丈夫だよ。着任が全部かわいそうに。かわいそうに。いつも着任ですね。明けましておめでとうございます。あれ昨日言ってなかったの？昨日ちゃんと言ってなかったよ多分。そうそうそう、ちょっとさらっと言って。あけましておめでとうございます。はい。あら、お年玉だって。お年玉ありがとう。あけおめ。あけおめ。あ、ここもやけろ。はい、見て、トモキにもらったやつが芽が出てきた。お花の芽が。え、本当だ、これ成長するんだ。うん、何回もね、ここで倒れてね。大変なことが。葉っぱも増えて、新しい。本当だ、赤ちゃんがいる。これもね、めっちゃ赤ちゃんがいる。マリオちゃんと持ってきてよ、ショイちゃん。あ、マリオ持ってきたん？うん。え、かわいい。この古い葉っぱのところからこうね、ミニチュア版が入って。え、なんでそんなことに。すごい。そういう植物らしい。これもめっちゃ可愛いじゃん。いいね。わあ。みんなもうちょっと焦げちゃってもいいのかな。チャクラは多分結構焦げてる方がいいかも。真っ黒焦げぐらい。真っ黒多分ね。え、ジャックン、うん、どうしよう、これチャクラ味が薄かったな。ちょっとでも塩を足したの、さっきよりは濃くはなったけど。あ、うまっ。かな。でも薄いかも、まだチャクラにはでしょ、うん、ママはこのくらいでいいの？しおりにもちょっと薄く感じる。もうなんか出汁の旨味みたいな感じ。ともきこのくらいでいいよね、多分ね。まあ、もっと濃くても、もうちょっと塩入れていい、うん、塩なんだ、ここで入れるのは。なんかあんま醤油これ以上入れたかも。なるほど。そんな味になっちゃうから塩だと。ああ、なるほどね。季節に来てるからさ、うん、インドネシアはお餅みたいなものあるの？ないです。お餅みたいなものはないよね、インドネシア。ないかも。ないよね、多分ね。あ、そうなんだ。でも美味しいって言ってた。へー、本当かなと思いながら。でも変な味するわけじゃないからさ。そうだね。食感だけビヨーンってなって。あとあんこ、あんこ、あーと、なんかごまをまぶしたお餅。ごま？あんことかダメなんじゃない？そんなことない。いや、あんこは別になんか嫌いって言ってる人見たことないかも。向こうにもね、あのあんパンみたいな、あんパンじゃない、あんまんみたいなのがある。あー、そう。そうそうそう。チャクラくんはもっと焼きたいってことでしょ。そうだね。すごい、お餅。
めっちゃそっち側にこぼしてなんでそっち側からうわー美味しそう。これはお雑煮ですね。これお雑煮だよね。お雑煮です。お雑煮です。日本のお正月の食べ物。あ、めっちゃ映えてる。あの草と光と。おー、柚子。あれ入れちゃったけど平気。うん、みんな食べれるか。ハルマはダメ。あ、そうなんだ。チャクラもいらない。チャクラ、柚子いらない。いるいる。あ、いる、うん、本当。じゃあいっぱいある。どうかな。まだ。え、なんかキモいことになってるけど。全然こけないね。なんかすごい違う物体ね。なんか足が2本入ってる。足が2本入ってる。全然焦げないね。真ん中辺に持ってくる。あ、チンになったよ。これみんなよりプラス3分やってるよ。でっか。でもお腹空いたからね。いい。うん。あら、あ、大丈夫。大丈夫。ここに座っちゃった。でっか。あー、またこぼした。そう。こっち側に。美味しそうだね。キャー。あ、それ手から細かく切るんだ。完成です。うー、これ飲んでほしい。本当に飲んでいいの。春馬でしょ。え、春馬じゃないんだけど。これや開けてくんない。春馬用じゃない多分。本当に2本ない。ルシュってなんないよね。あ、なんか書いてある。うん、甘い甘すタイプ、うん、え、ちょっとこれでバーン。気をつけてよ。あの、溢れなければどうでもいい。ね、ママ本当に2本ない。ファンタは昨日、あ、ここら、昨日の…クリー。あ、うわ、あー、やばい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 、やっぱりこぼれた。騙されたね。大丈夫？大丈夫。かわいそう、お雑煮、交換してあげようか。え、いや、大丈夫。かわいそう。え、ママがいいよ。いいよ、いいよ、大丈夫。美味しくなってるかもしれない。甘みがたさ。甘みが。お箸が濡れちゃってる。スマホが大丈夫かな。最低じゃん。これ溢れるように作るなよ。本当だよ、子供の飲み物な。そうそうそう。こんなゆっくり開けたらね。一瞬安心させといて。時差できた。ね、服大丈夫？服の中入ったん？入った。最悪。かわいそう、一回脱いやる。かわいそう、ベタベタだし、絶対。こんな服着てた。確かに。確かに。こんな服着てたんだ。ベタベタしない。中まで行っちゃったん？あれ、本当だ。かわいそう。本当にかわいそう。本当にかわいそう。そこに入れた。これいいや。いいニュース？いいニュース。せーので、いただきます。イエーイ。あ、意外と美味しい。何味だろう。やっぱマスカットかな、うん、色的にはね。いただきます。うん、うまいね。うまい、うまい。うん、うま。結構塩味ついた。うん、ちょうどいい。まだご飯硬いかも。本当？もっとチンする？いや、でも美味しい。味は、味は美味しい。チンしないってこと？うん、いいじゃない。硬い？いや、硬かったらいいじゃん。硬いよ。いや、いいじゃない。カチカチじゃないよ、でも。
これこれ。うん。あ、じゃあもうちょっとチンする。いや、うん。食べれなくなる。硬いけど、こういうのが好きな人もいると思う。本当？うん。もう硬い。そんなでいないよ、こんなの好きな人。いるいる。チンしようかな。うん、昨日より美味しくなった。うん、わかるんすわ。熟成されたメニューは？お刺身ですよ。え、あ、お刺身。お刺身。キノコリ食ってない。ちょっと筋っぽい。嫌だった刺身な。ね、うん。え、醤油が美味しいんじゃない？ね、ああ、そうかな。うん、確かに。ありがとう。ありがとう。ちょっと食べてみ。めっちゃお稲荷さんの家。どう？硬い？まだ硬い？うんうん、大丈夫？おいしい。へぇー、絶対に美味しいよ。うん。ね、全然違う硬さが。うん。炒めたらこんな変わるんだ。ちょっとお姉ちゃん食べてみて。全然違うから。まだこっちのマグロ食べない。あ、うん、確かに。うん、本当に昨日より美味しい。ね、本当に。サーモンも。ね、なんでだろう。なんでだろうね。新鮮じゃない方が美味しい。やめて。この赤いの取りたい。何赤いのって。でもサーモン。あ、油か。あ、じゃあ、待って、違うお皿持ってきてあげるよ。あ、いいよ。なんで？浮くよね。うん、え、待って、まだサーモン食べたらまたなっちゃうよ。あ、ちょっと待って。確かに。じゃあこれサーモン用にしようかな。ちょっと浅いけどいいかな。あ、全然ダサい。浅い。浅い。ちょっとダサい。ありがとう。え、ダサい。あれ、どうやってやるの？あの傾けたダサい。逆に一番ダサくない。シンプル西野だから水族館で買ったんだっけ。そう、彼もそういうの好きだよね。ぬいぐるみが未だに好きだよ。あ、今も集めちゃう。もうユニバで買う。大丈夫？危ない、それ心臓止まるやつだよ。危ないよ、アルマ。ユニバで買ったし。あ、そうなん？買ったじゃん。あれ、ロケットのやつ。しゅっちゃんが好きなやつで。キラー。あー、あれロケットか。あ、黒いやつ。違う？ロケットじゃないの。確かに、買ってたね。爆弾じゃないの。爆弾じゃない？ミサイルじゃない？あ、ミサイルだね。お腹いっぱいになった？お兄ちゃんも今日一日予定ないんだ。うん。え？そうなの？暇人だ。うん、でうちのアパートは最近さ、人がどんどん減ってて、うん、角部屋なんだけど隣もいないし、その隣もいないし、あの対面もいないし、うん、その隣も隣もいない。大丈夫？半分ぐらいしか入ってない。どうしたの？うちのアパート。なんで？うるさいから。うるさいからかね。いや、電車はうるさいかも。それがストレスになるかね。まあでも揺れるぐらいには近い。電車通るとガタ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 。それはちょっと嫌。それは聞こえない。揺れる。ここ？うん。上いると揺れる。テレビも聞こえないし全然。あ、それはちょっとストレスある。でも安いんでしょ？安いも近いよね。ここも近い。でもここよりも近いんでしょ？え、全然近い。すぐ隣みたいな感じなんでしょ？もう本当。手伸ばしたらタッチできるぐらい。って言ってたよね。もう本当にそんな近い。いや、危ない。なんかあったら絶対死ぬ。角部屋だし。ダメだよ。 あったよね、事故ね、関西の方でね。ね、脱線してマンションに突っ込んで。やば。脱線したら本当に正面衝突するところに住んで。気をつけてね。本当にすぐそこ。気をつけようがないよね。家は移動できないし。石尾さんに言って。すごい、すごいカニみたいに食べるの。
カニ食べたいな。マジで？え？カニ食べたい。迷ったんだよね。え？カニなんていつでも食べたいけど。ね、高いから。なんか海とか行った時とか。ママ、俺佐渡で食ったよ。あ、佐渡？海なんか行かないもん。行ったことない。ない。日本の海に。え？一回も？うん。どこ行くのいつも？茨城とか。綺麗？綺麗ではない。お茶の海は綺麗じゃない。でも水族館あるよ。そう。あれ？水族館あるよ。東京も行ったことあると思うんだけど、ね。海？水族館。あ、水族館はあるよ、茨城の。一緒に行ったよ。もうまた春まって。そう。てか、象の鼻って全部筋肉ない。そうなんだ。もう箸？さっき。象の鼻？うん。象の鼻が筋肉？全部筋肉でしょ。キモッ！マジで？さっきお風呂で見てた。でも確かにプニプニはしないもんね。え、そんなことあるの？いや、ないけど触ってる映像とか見るじゃん、よく。もういいのかな。そういうの見ると、うん、硬い感じじゃん。わぁ、ね、インドネシアはゾウはいない。いるよ、いっぱい。あ、いるの？いっぱい？え、いっぱいはいない。大丈夫ですよ。ナイトズーとか。ナイトズーあるじゃん、バリって。ナイトズー？え、知らないの？知らないです。え、ナイトズー日本でもある。大人気だよ、ナイトズー。それも観光客じゃないよ。地元に。ていうかさ、さくらさ、バリのこと何にも知らないね。バリのなんか有名な場所とか全然知らないんだよ。でも意外とさ、観光客の方が調べてるから。そうだよね、でもそうだよ。日本もそうじゃん。そうだよ。家が隣だったらディズニーランド行かないかもしれない。いや、そうかも。はい、はい、ってことで、エンディングだけ撮り忘れたので、はい、今別の日に撮ってるんですけど、ど、あの日はまああの日何があったあの日まあ、その日じゃなかった、まあ、その日あの日、うん、その時あの日はい、1月1日は、まあ、朝ごはんをみんなで食べて、うん、その後モールに行ったりとかしましたね、はい、うん、はい、でそんな感じでした。はい、ありがとうございます。見てくれてありがとうございました。また次の夜お会いください。なんか言いたいある言いたいことあるんですか。強制しはい、はい、オープニングで言ったか忘れたから一応言っとくんですけれど、うん、日本人と結婚したインドネシア人はこんな感じで年越しをしています。そうです、はい、私たち家族は結構少なくとも月1では会うぐらい2週間に1回ぐらいだよね。そうだね、だいたいそれぐらい。もう春馬とかママとかだけで言うと、うん、本当毎週会ってるぐらい仲良しなの で、また動画撮れる機会があったら撮りたいなと思ってます、はい、では今回の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。
やばい、それつかみなんか。あー死んじゃった。イエーイ。うん、そうそう。いやどっちが誰？どっちが？じゃあ、マラシポンズ。すごっ。うわ、あーああ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 あ飛べる。いいじゃん。じゃあそれ復帰強い。え、飛ぶのが強いの？復帰。ほら、クッキー。なんで聞こえる？クッキー？クッキー。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 なんでなんでどうやってどうやってやるんだっけ。下じゃない下か何騙されてる。下下 B じゃない下 B ほらこれよ。あ下 B か。オッケーオッケー、はい、おいちょっと待って、せーの、おあれあ、やばい、間違えた。やったー。あ、よしよし。やっと勝ったね、アルバに。あ、助けてね。めっちゃ笑ってる。